アンバージャーニー。おかえり。旅先で見た素敵な景色をね、忘れないように書き留めてるんだ。もう一度見に行きたいな。ウイスキーのふるさと、山梨県白州。南アルプスの名水を眺めて川歩き。うわぁ、綺麗だな。この岩陰にね、いるんだよ。遠山若江さん。いるいる。この清流に寄り添うこと30年。ほら、この石がね、町の名前の由来になったんですよ。山肌の花崗岩が川に運ばれ白い砂に。それが白州の由来なんだって。白州のある北杜市には川や湧き水が合わせて100カ所以上。どれも透き通るように綺麗。それはこの環境を守り続ける地元の人たちの心の清らかさそのもの。自然は当たり前で思っているといつの間にかなくなってしまうかもしれない。この中で生かされていることを感謝しながら、この川の水がいつまでも綺麗でいられるように守っていきたいなと思いますね。おいしい水に感謝して。アンバージャーニー、次はどこへ行こうかな。